やりたいことと目指す方向性は、若手のキャリアのメディアでもう日本一になりたい。みんながここに集まってるのは、会社として作りたい世界観を作るために集まっていると思ってて、それしかやりたくないのであれば、個人でやる。チャレンジという調査では、日本の就活領域における、一番のチャレンジになりました。オーディエンスショーは、おはようございます。今日はしゅんさんの密着を撮らせていただきます。今日どんな一日なんですか？今日はピッチ大会があるんですけど、はい、あとはミーティングが何個かあって撮影が何回かあるって感じですね。2月10日金曜日の朝会を始めます。よろしくお願いします。お願いします。今日朝会に参加してもらってるインターン生の杉浦くんです。ありがとうございます。ということで金曜日頑張っていきましょう。お願いします。でも大事だよね。それはなんかオクラちゃんにずっと長く働いてほしいし、どっちかというとその人間そんな高尚なものじゃないし、失敗することもあるじゃん。なんか俺も何回バランスが取れなかったし、寝坊しちゃって嘘ついちゃったことも全然あるし、そんな高尚じゃないものだと思ってる。人のことを怒ったりとか責めたりとかするのは苦手なんですけど、そこをちゃんと直接伝えられるようにするのが風通しの良い環境を作るために大事なんじゃないかなって今思いました。直接言えなくてごめんなさいっていう感じです。ダイアリー全体として直で言わないと信頼関係にひびが入るから、うん、それは全体としても良くないし変えていきたいなと思った。それを言うことは何を伝えたいのかがよく分からなかったですね、私的には、うん、でそれはつまり実は違うから合わせてほしいなのか、違うのであれば方向性が違うから離れてほしいなのか、何を伝えたいのかが分からなかったっていうので聞きました、うん、どこのゴールを目指して今のこういう動きになってるのかが全然理解できなくて、俺がやりたいことと目指す方向性は、若手のキャリアのメディアでもう日本一になりたいっていうところと、うん、ターゲットがやり物家になりたい中学生および若手社会人に対してキャリアの選択肢を広げ、自分も何かやってみようと思ってもらえるようなコンテンツを作りて、いいメディア作りたいっていうところ、いいチャンネル普通に作りたい心から思っていて、でもモヤモヤしてます、この方向じゃないですっていう人がいるっていうのは良くないなとは思っているし、これがモヤモヤの根本なのかまだ分かんないんですけど、基本的に視聴者が就活生じゃないですか。今私は一旦そこにあれたいって思ってるんですよね、うん、でも多分全体的に方向としては社会人1年目に当てたいっていう方向性になってるじゃないですか。そこにちょっと違和感を感じてるのかなっていうのはあります。ターゲットは就活生やりたくないとは思ってなくて、志向、うん、性が向上心がある若者にやりたいと思ってる。そうだ、就活生に当てる動画を作る時にどういう就活生に当てたいかというのはある。私はなんか就活やってる時に企業の働き方がよくわからないとか、とりあえず名前で入っちゃうとか、やりたいことはどういう手段を踏んでなんかどういう綺麗を歩みたいかわかんないっていうのが今もあるし、人もリアルみたいな感じの撮りたいっていう思いがあるんですよね。その広報とか PR のやり方とか、マーケティングでプロになる方法とかっていうのは、なんか就活生の課題を解決してないなって思うから、心からやりたいって思えてないんですよね、まだね。みんながここに集まってるのは、会社として作りたい世界観を作るために集まっていると思ってて、本当にやりたいとかそれしかやりたくないのであれば個人でやればいいと思う、うん、前提のすり合わせというかはした上で得意なことを伸ばしてほしいと思う。俺は昔はスーツと同じように思ってたけど、就職活動もなった後の方が大事だなと思ってて、なんでかっていうと、社会人として活躍できないと、いいところ受かったとしても、ただいいところにいるただの人で、普通に活躍できなかったら、その人の価値とか、その人の人生っていうのを考えるときに幸せとか、できることが少ないと選択肢が狭まると思ってるから、自分のことを知ることと、仕事のことを知る、リアルを知るっていうことと、受かる方法を知る、活躍する方法を知るっていう、このノウハウ部分の3つの要素がめっちゃ必要だと思ってるから、リアルを知るだけでは自分たちが作りたい主体的に生きる人を世の中に増やして自己実現できるようにするのは、それだけでは達成できないと思ってるから、実際の活躍する方法であったり受かり方の部分も網羅する必要があると思ってる、うん、だからやりたいと思ってる、うん、あでも納得感を持ってなんとか進めそうです。この流れなんで聞いちゃうんですけど、しゅんさんの直してほしいところとかってありますか？なんかちゃんと仮説を持って進めてほしいところコーポレート撮影ということで、会社の集合写真とホームページに載せる用の写真を撮ろうということで集まってます。もう終盤なんですけど、もうみんな疲れて笑顔ね、違う、もういいけどね。
今から何をするんですか？今からあの笑い芸人のひろしさんっていう方にインタビューするんですけど、新しくオフィスになった関係でちょっと車を止める場所が分かりづらいってところ連絡をしたいんですけど、ひろしさんの電話番号をどっか行っちゃって今探してます。あ、お世話になっております。株式会社ダイアリーの福田俊です。あ、お世話になります。じゃあもう向かってるらしいので頑張ります。もう圧倒的に40代、50代ボンボンって伸びてるんですよ。今何されてるんですか？今からピッチ大会があるんですけど、はい、カジュアルなやつだと思ったらちゃんとガチなやつだったんで、今から資料を作ってます。昔のやつがあるのでそれを元に作ろうかなと思います。同時進行でオフィスで今日は若新さんっていう方とオフィスで打ち合わせあったんですけど、カレンダーに入れてなくて大変なことになっちゃってます。めちゃくちゃ謝罪して、若新さんが奇跡的にいい人で日程再調整になったんですけど、人間として終わってるなって思いました。一旦資料作り頑張ってください。今日のピッチ大会ではどういうことを話されるんですか？事業内容もそうなんですけど、どういう経由で今の事業をやってるかみたいな話をするみたいな感じなんですよね。7分間でその自分の事業を説明するっていう感じなので、今の旬ダイアリーの事業とマハラジャパンインド向けの事業を説明しようと思ってます。今返信が返ってきて、僕も日程ミスっちゃうことあるんで大丈夫ですよ、直近余裕がないので改めて別の日に収録とか打ち合わせでお願いできたらと思います。若新さん優しいですね。若新さん優しい人だわ。ちょっと気持ち切り替えてピッチ頑張りましょう。この気持ちで、いやちゃんと落ち込んだな。これキャリアというとこをテーマにした事業を行ってまして、その事業を作った背景であったりとか今後の展開について今日はお話できたらなと思っています。僕自身は金沢大学という石川県の大学なんですが、誰かのためとかっていうよりは面白いものを作りたいとかっていう方が前提の思考として強いと思いますね。究極の利己主義が結果的に社会貢献になるみたいな感じで、結構自分の作りたいものとか会いたい人とかに欲望熱量を持って聞きに行くみたいな方が結果的にいいのが作れてる感覚はありますね。なんでしゅうさん就活系 YouTuber なのに自分は就職せずに起業したんですか？消去法っていうのが多分リアルな意見だと思う。その社会人として自分は生きれないってやっぱ強く思った。いろんな選択肢を知りすぎた結果、これ結局自分で切り開いた方がいい人生を送れるっていうふうに思ったから就職しなかったっていうのはでかいかもしれないですね。やりたいこと実現できる場所が一番今自分でやった方ができるっていうふうに思ったから。直前の意気込みをお願いします。思ったことを言おうと思います。リアルを話して事業的にプラスになれたらなと思ってます。なんか今日スーツじゃないとダメらしくて、なんでこうやっていきます。株式会社ダイアリー代表取締役福田俊さんです。事業内容は日本企業の価値を高めるキャリアサービス旬ダイアリー。それではよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。こちら2067という数字なんですけど、皆さん何の数字だと思いますか？こちらは3年間で僕が一人で動画を作った本数になります。ひたすら動画作り続けた結果、旬ダイアリーという YouTube チャンネルは日本の就活領域における、一番 のチャンネルになりました。同世代のすごい人が世の中にいっぱいいるってことを知りまして、世界に行きたいと思うようになりました。めちゃくちゃ受けてましたね。ギリギリだったから緊張もしなかったもん。結果を待ちましょう。本日出場の7名の中からグランプリが決まります。ではまず最初にオーディエンス賞の発表です。オーディエンス賞は株式会社ダイアリー福田俊さんです。応援する心が、みんなを、自分を応援してくれる、まあ、そういうところにつながったんじゃないかなというふうに思いますので、引き続き頑張ってください。皆様本日は本当にありがとうございました。最後世界大会の皆さんお会いしましょう。
オーディエンス賞おめでとうございます。審査員の評価では負けちゃったので普通に悔しいなと思ってます。ダイアリーっぽいなと思いました。あ、オーディエンス賞みんなから応援されて、あ、確かにね。いやでも頑張ろうって思いますね、こういうのをやるたびにね。今日本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ最後にあの、はい、視聴者さんに一言お願いいたします。僕自身も何かを成し遂げたっていうわけでもなくて、これから泥をすすって成長していこうと思ってるので、ダイアリーのメンバーみんなと失敗することもみんなに共有しながら成長を皆さんできたらなと思ってるので、これからもよろしくお願いします。また明日もっと成長できるように頑張ります。頑張りましょう、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。そうです、ありがとうございます。お疲れ様です。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。